ちゅうないおたっきーです。今日は本当はね、セミコンタで撮った写真とかをね、紹介していこうと思ってたんですが、セミコンタ、まあ、一応中盤なんでね、データの量がでかくなるんですけども、データを転送してね、その、受け取る有効期限っていうのがあるんですが、ファイルがでかいとそれが短いみたいで、有効期限切れになってました。そんなわけでちょっとね、セミコンタのね、動画作ることができません。2枚だけギリギリ間に合ったみたいでね、2枚だけちょっと紹介していくんですがね、まあ、本来はね、そのセミコンタのね、動画の時に紹介する写真なんですけども、まあ、ご覧のようにね、結構ね、いい感じで写ってると思いません？これね。まあ、結構ね、絞ってるんですよ。400のフィルムなんで、シャッタースピード500までしかないんで、絞ってるんですけどね。それでもまあ、いいんじゃないかな、っていう写りになってます。これね、目測ピント合わせなんでね、ピントのピークちょっと分かりにくい写真になってます。結構絞ってるんで、どこにピントが来てるのか分かんなくなってるけど、まあ、被写界深度、が深くなってるんでね、レンズの割にはね、75mm のレンズの割には結構パンフォーカーに近い、写真が撮れておりますね。はい、このね、ツアイスのセミイコンタ、次回こそ紹介してまいりますので、ちょっと乞うご期待ということですね。で、今日はね、このカメラを紹介していきます。はい、これね、F90X ですね。ニコンの F90X なんですけど、これ以前まあ一回紹介してるんですけどね、なんでこんなにね、頻繁に紹介するのかって言ったらおすすめだからです。ものすごくおすすめですね。これね、ぶっちゃけた話、F4 よりはいいカメラだと思います。ある意味ね、ある意味 F4 よりはいいと思います。で、安いんですよ。で、今回はね、このフィルムで撮ってきました。これね、ローライのね、ブラックバードっていうフィルムなんですね。まあ、ブラックバードって言ったらね、湾岸ミッドナイトじゃないですけど、湾岸ミッドナイトのブラックバードは全く関係ありません。ローライのブラックバードを撮ってきたんですけど、これドリームロコモーティブ様に提供いただいたフィルムなんですが、ちょっとだけね、現像ミスっております。いや、もう痛恨のミスなんですけどね、本来のブラックバードの調子は出てないとは思うんですが、まあね、そこそこの写真にはなってますんでね、この F90X で、ローライブラックバード、使用しまして、このレンズはね、AF ニッコール24-50F3.3 から4.5 というね、このレンズは、高川様からいただいたレンズになりますね。もう一本持ってるんですけど、僕はもう一本はね、カビがポツッとあるんですけど、これは完品ということなんですが、それで撮ってきた写真になっていきます。フィルムとね、カメラを紹介しつつ動画にして、いきます。それでは動画スタート。はい、まずはね、カメラの紹介からいきましょうか。このね、 F90X なんですが、これ、まあ、前から言ってますけどね、カメラの何は神戸店さんでジャンクをね、1500円で買ってきたんですよ。非常にね、相場が安いカメラになりまして、多分ヤフオクでも1000円とか1500円で結構落とせるね。今ちょっと上がってるのかな、まあ、カメラだと思います。で、このカメラのおすすめポイントはやはりね、AF の性能がね、抜群に良くなってるんですね。まあ、F4、ニコン F4 はね、1988年にデビューしてるんですが、これはね、1994年、X90X はね、1994年に出ております。94年、まあ、6年の開きがあるということでね、もうオートフォーカスの性能は圧倒的に良いです。ちょっとね、ワイドオートフォーカスって言ってね、この、ファインダーの中に丸い、円があるんで、その辺をね、オートフォーカスするってことなんですけど、とにかくね、その、コンティニアスにしてもね、シングルにしてもすごく合わせやすいですし、迷わないですね。ほとんど迷うことがないです。まあ、中央一点ではありますがね、早いし迷わないですね。で、このカメラに組み合わせるレンズはね、この AF ニッコール、ボディ内モーター対応のレンズになるんですが、これが安いんですね。現状。まあ、オタッキーに言わせると、安いというキーワードがね、非常に大きいんですが、比較的安いと。まあ、現行のね、そのカメラにはね、ちょっと不都合があるんで、まあ、安くなってるんですけども、それが使えると。で、現行のレンズも一応使えると。
まあできれば AFN イコールで使った方がいいんですが、まあ現行のレンズを使うとね、プログラムと絞り優先オートしか使えなくなって、マニュアルとかシャッター優先の、オートが、使えなくだ、あ、じゃあ逆だ、シャッター優先しか使えなくなるのか、シャッター優先とプログラムしか使えないんだ、絞りがねオートになる、モードしか使えないということがあるんで、できればこの AF ニッコールで使いたいところです。もともと安いですしね、 AF ニッコールの方がね、でね、ファインダーがとにかく素晴らしいです。ファインダーはね、実はね、ファインダー倍率 F4 やねニコンの F3 ハイアイポイントよりもファインダー倍率はでかいんです。非常に見えもいいです。で、ファインダーのね、スクリーンのね、大きさはね、F801 と同じらしいんですけども、スクリーンのね、作りが全然違ってね、ピントの山が掴みやすいということで、マニュアルフォーカスレンズを装着するのもおすすめになります。このカメラね、まあ、AF のカメラなんですが、これね、この、AI の爪もちゃんとついておりますので、AI ニッコールがね、普通に使えます。まあ、AI ニッコールはね、普通に使えるんでね、AI ニッコールか、非 AI を AI 回にした、レンズで、絞り優先と、プログラムモードができたんだな。で、中央部重点平均速攻限定になってしまうということですが、AE も使えるということでね、結構万能的なカメラになります。で、ファインダーが綺麗で明るくてね、でかいんでね、ピント合わせもやりやすいです。マニュアルフォーカスレンズを使ってもよし、AF ニッコールレンズを使ってもよし、非常に良いカメラなんですね。なぜこれがね、こんな安い価格で売られているのか、もう理解できないです。本当にいいです。でね、一応トラブルが、報告されておるカメラになるんですね。よっ。まあ、これね、ワインダー、秒間 3.5 コマぐらいかな、のワインダーが搭載されてるんですけども、このワインダーが回らなくなるね、トラブルが、起きているようです。で、チェック方法なんですが、まあ、単三電池4本かな、単三電池4本入れまして、巻き戻しをね、これ今巻き戻し、ここのボタンとここのボタン2箇所同時に押すと始まるんですけど、これが動かないようなカメラはもう避けた方がいいかなと。チェックですね。で、動かなくなってるやつもね、この動作をしつこくやってたら動くようになったりします。実はオタッキーのはね、動かなかったんです、最初ね。動かねえやーと思って。で、最初はね、僕はこの操作をしなくて、フィルムを入れたり出したり、入れたり出したりしたら、そのうち動くようになったんですよ。まあ、油が固まってるかなんかか、わかんないんですけどね、頻繁に動かすと動くようになります。そんなわけでね、これ単三電池4本で動く、もう経済的に抜群なんでね、まだニコンのカメラね、持ってない方で、ニコンのカメラ欲しいなって思ってる方は、超一押しです。弱点が一つ、重たいです。まあ、F4 ほどではないんですが、電池を入れるとね、F3 ハイアイポイントよりは重いようです。800グラムを超えていきます。これは重いね。電池なしで785グラムらしいです、ボディ重量。で、AF のレンズをつけるんで結構重たくなるんで、まあちょっと腕力は必要かなと。ニュー F1 と同じぐらいの重さになっていくみたいですね。まあ重いんですがね、いろんな撮影モードも搭載しておりますしね、8分割のマルチパターン速攻とかね、結構ね、AE が優れておりまして、今回ね、実は全部 AE で撮ってきてます。実は ISO64 で撮ってきたんですが、64っていうね、その感度が私はね、ちょっと不慣れなんでね、全部 AE で撮ってきたんですよ。で、AE で撮ってきたね、F90X ブラックバードのね、フィルム。このブラックバードのフィルムで撮った写真なんですが、現像ミスというのがね、本当にね、ちょっと疲れてたのかね、64で撮ってきたのに100で現像しちゃったんですよ。だからほんのりオーバーになっております。だから本来ね、ローライのフィルムっていうのはね、白黒はっきりしてるっていうね、コントラストが売りなんですが、ちょっと柔らかい調子になってます。まあ、それはそれで良かったかなって、ちょっとね、アクロステイストみたいな感じのね、写真になっておりますが、ここからは作例の紹介になってまいります。
はい、作例でありますがね、まあレンズの解像度はもう文句なしなのは、ニコンのレンズさすがということですね。まあ、その柔らかい調子とはいえね、比較的やっぱコントラストは出てますね。アクロスよりややハイコントラストぐらいなのかなって感じですね。流浄感はね、100で現像したんですけど、ほとんど目立ちませんね。ないに等しいと言ってもいいです。非常にね、その、フィルム、白黒のね、モノクロの良さをね、引き出せるフィルムだと思います。これね、本当に現像のミスがなかったらね、もっとガツンとコントラストが出て良かったんでしょうけど、まあ、このぐらいの柔らかさで、がいいっていう方もいるかもしれないですけどね。まあ、逆光でも撮っておりますがね、ハレーションなども出てないと思いますね。解像度、ニコンのレンズと合わせてね、もう解像度が高い、非常に、美しいモノクロ写真が撮れるフィルムだと思いますね。はい、こんな感じでね、まあ、撮ってきたんですが、今回の現像はね、富士のスーパープロドール、50% 希釈で現像したんですけど、結構現像時間は長めです。通常の現像時間でいくとね、大体 ISO25 ぐらいになってしまうみたいですね。富士のネオパン SS とかネオパンアクロスと同じぐらいの現像時間でいくと ISO25 ぐらいになっていくと思います。で、今回はね、9分30秒ぐらいね、現像したんですよ。これで大体ね、ISO100 ぐらいになるということなんですね。まあ言うたらね、増感現像したのに近いと思いますね。ただね、その100で撮ってもね、いいんじゃないかなと思うんですけどね、流浄感特に目立たないと思うしね、25って結構使いにくいんで、そういう意味ではね、このブラックバード100で撮ってね、9分30秒、20度、現像液の20度でね、SPD50% 希釈、もしくは D76 現液、で20度で現像時間9分から9分30秒、ぐらいでね、ISO100 のフィルムになるみたいなんでね、いいんじゃないかなと思いますね。ブラックバードね、市場価格はね、結構するんですがね、これ本当にね、痛恨のミスをしてしまいました。本来の味は出てないんですが、惜しかったかなーってもったいないことをしました。まあでもね、結構見れる写真になってると思うんで、おそらくは結構ね、その許容範囲が広いフィルムにはなってくるんじゃないかな。いわゆるね、ラチチュードが広いフィルムになってくるんだと思います。25でも撮れるし、100でも撮れるし、ラチチュードも広いんで、結構ね、万能なフィルムなんじゃないかなと思いますね。まあおすすめになってくると思いますが、まあまあの値段しています。はい、今日の動画はこんな感じでね、ちょっとはっちゃけた動画になってしまいましたが、F90X、本当にね、おすすめなんでね、安いんでね、その、オタッキーはね、結構ね、コストのことをね、よく言いますがね、フラッグシップカメラ、それはね、ステータスはフラッグシップカメラなんですが、もうね、作動音もね、全然引けを取らないです。ちょっとオートフォーカスを解除してと。シャッター音非常にいい音になってます。これね、F801 とか中級機になるともっとガチャコンって感じの音になるんですけど、これはね、もうやっぱね、ハイヤマプロ機ですから、やっぱいいものを使ってあります。耐久性も高いですし、音もいいです。ただね、単三電池使用機ということでね、チェックは入念にしてくださいね。電池はここに入ってます。でね、コインでね、これを開けていくんですが、よっ。ここね、単三電池使用機はね、必ずね、電池を入れて動作チェックしてくださいね。液漏れしてないように見えてもね、液漏れ歴があるとかね。僕はこのようにね、ダイソーのね、充電式の電池で動かしておりますが、何の問題もなく動いてます。まあ、こんな感じでね、L 字型に入るんですけどね。これがね、ちょっとニコン F90X のね、グリップをでかくする要因にはなってるんですけどね、僕ぐらいの手だったら結構、こうね、握りやすいです。私の手袋のサイズはね、L サイズじゃちょっとちっちゃいかなっていう感じの手のサイズなんですけどね、本当にね、グリップちょうどいい感じでね、すごく握りやすいです。
ファインダーも美しいですしね。ほんで、データバック付きはね、F90XD になるらしいんですが、これね、ボディ全体がね、ベトベトに粘るというね、弱点を持っています。これはね、ニコンのこの時代の中級機とかはね、もうみんなに なってくるんですが、デジタルもね、D100 とかも粘りますし、D60 とか D70 全部粘りが出るんですけど、僕は必殺のね、これで落としてました。このカメラもね、ベタベタだったんですけど、この、ね、100均のね、ライターオイルで全部綺麗に落として、しばらくしたらベトつきなくなりました。でね、溶剤が入ってるんでね、このデータバックの文字とかが消えてしまうんですけどね、まあそこはしょうがないかなって感じですね。はい、でね、これ日付はね、確かね、2020年を突破してるんだな。うん、21年10月4日になってます。さすがニコン、2020年問題を軽々と突破して今でも西暦表示で使えます。まあいろいろね、おすすめの、ニコン F90X、ニコンのカメラまだお持ちでない方、安く買えますよ。 F90X で、この秋はフィルム写真といかがでしょうか。リバーサルで撮っても、露出のね精度が高くなっておりますが、リバーサルを入れる前に1本カラーネガで試写はまあおすすめですけどね。ボディのね、そのトラブルが出てる可能性がもちろんありますんでね。そんなわけでね、今日は、カメラ紹介、フィルム紹介の動画ここまで。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはトゴリンさんですね。わたきさんこんにちは。いつも楽しく拝見しております。久しぶりの投稿です。雨続きで緊急事態宣言ということもなかなか写真を撮ることもまなりませんが、ワクチン2回目も終了し1ヶ月近くが経過しましたので、近所くらいはと思い撮影してきました。撮影機材はニコン F80、レンズ AFSDX ニッコール 35mmF1.8、 フィルムはコダックカラープラス、題名が、秋の通学路、奥の小学生が映り込んでですね。ニコン F80 は50mmF1.4D レンズとセットで売られていまして、セットとは思えないような格安でしたので思わず購入。家にあった DX フォーマット用のレンズが使用できるか試してみたところ、バッチリ使用可能、気になる蹴られも少しありますが、それほど気になりませんので常用したいと思います。現代レンズも使用可能な F80 は露出精度も良く、テンポよく撮れるので、これから活躍してくれそうです。日付も入るのがいいですね。最近ニコンデビューしまして、フラッグシップが気になっています。F3 か F2 か悩んで、初代 F にするか悩んでおります。オタッキーさんの動画をリピートして、それぞれの魅力を再考しますということですね。写真なんですけどね。これ、彼岸花がね、ありますがね、奥に小学生が歩いてるのが、まあ、ぼんやりと映ってる感じですね。これ、どっちかに絞り込んだ方が良かったかもしれないですね。35mm なので、ちょっと限界はありますが、まあ、小学生撮ってたらちょっと怒られるか。そこは難しいところですね。構図をもうちょっと変えて、もうちょっとこっち側から撮るかな。シャドウが映らないように撮るっていう撮り方もあったかもしれないですね。あと、彼岸花に近づいてより背景ボケをさせたり、ちょっと遠ざかって奥まで映したりとか、まあいろいろ工夫すると良かったかもしれません。はい、トコリンさんありがとうございます。今回紹介した F90X もいいですよ。まだ悩ませるようなこと。次はね、ノリカズさんかな。お疲れ様です。7月に投稿したぴっかりしなかったぴっかりコニカの第2弾になります。以前はぴっかりしなかった C35EF ですが、フラッシュ配線を全面的に見直して修理し、ぴっかりするようになりました。とは言っても一度も発光させませんでしたということですけど。タイトル1枚目、着物フォレスト2。2枚目、竹林2ということですね。前回と似たような感じなんですね。カメラ C35EF、フィルム富士カラー100。よろしくお願いしますということなんですけど、作品なんですけどね。着物がね、巻いてある、前回よりもね、着物の模様がよりはっきりと写って、これなかなかの写真になっておりますね。で、2枚目なんですけど、これが、素晴らしい写りになっております。竹林に差し込む光。これね、フィルムのラチチュードの広さを活かしてね、素晴らしい写真になっておりますね。これタイトル画面にしていこうかな。ちょっと縦構図で、表現しにくいですが、タイトル画面にしていこうと思います。でね、のりかずさん、今回ね、この2枚目の写真をデジタルでも撮られたということで、
これ比較するね、動画もちょっと作りましたので見ていただけますか。1枚目がね、ピッカリコニカ C35EF で撮った写真になります。まあ先ほども言いましたがね、明暗差をね、生かした、写真、非常に美しい写真になっておりますね。で、2枚目がデジタルです。これデジタル撮影機材は書いてないんですが、これね、見ればわかりますがね、そのカラーネガとそのデジタルの差っていうのがよくわかりますね。これね、あのデジタルの方がフラットな写真になってしまうんですね。まあちょっと光の差はあるんですが、これちなみにカメラのアングルをね、上げてあるっていうね、理由があるらしいです。シャドウ部分の茶色は緑に引っ張られて発色しないらしいんですね。それでレンズをちょっと上向きにしたということです。そんなわけでね、デジタルのね、写真、まだまだアナログに勝てないのかなと、ちょっと撮影機材は気になりますが、そんな感じなんだと思います。はい、乗り換えさん、ありがとうございます。次はね、長州薩摩さんの投稿ですね。中年おたけさん、こんにちは。ニコン F3 の製造番号の情報ありがとうございました。いつ製造されたか知ることでさらに愛着が湧きました。写真は東京都渋谷区の恵比寿ガーデンプレイスに行った時撮影しました。モノクロで空が真っ白にならないようにするのは難しいですね。よろしくお願いいたします。タイトル、恵比寿ガーデンプレイス坂道のプロムナード。カメラ、ニコン F フォトミック FTN。 レンズ、ニコール OC、オート 35mmF2.0。 フィルムはローライスーパーパン200になっておりますね。で、写真なんですが、これね、ちょっと不思議な調子で写ってるんですね。柔らかいというか、中間色というか、面白い調子になっております。ちょっとなんかね、水墨画というか、鉛筆画みたいな感じの雰囲気に映ってて、非常に印象的になってます。ローライってね、コントラストがね、高く映ることが多いんですが、これもコントラストがかなり低くなってますよね。面白い。これは面白いですね。なんか本当にね、鉛筆で描いた絵みたいな感じでね、非常に印象的になっていると思います。はい、長州薩摩さん、ありがとうございます。次はね、侍ジャパンさんから2枚来てます。お疲れ様です。タイトルはね、1枚目が夏の店先。2枚目がね、青と青ですね。1枚目の機材は、富士カ ST801。レンズ SMC タクマ 50mmF1.4。富士カラー100ネガ使用ということですね。2枚目はね、初めてスマホ写真です。iPhone SE で撮ったということですね。一番暑い日の午後、植物園の散策路で撮ったもの、花の青と空の青が互いに引き合っているようにも感じましたということですね。で、作品なんですけど、1枚目ね、非常にね、趣深いお店。これ、かんざし屋さんなんですね。ただ構図がちょっとね、中途半端でね、いらないものが結構映ってるんで、僕だったらね、もうちょっとね、その、店の看板のあたりはアップで撮るかな。で、2枚目の方はね、これはいい写真になっておりますね。実はこの写真とタイトル画面、相当悩みました。結果的にはね、竹林の方になっていったんですがね、ちょっと時点だったかなと思いますね。で、ちなみに1枚目の構図ね、僕が考える構図はこんな感じです。どっちがいい？どっちがいい？このね、和服がね、もっと目立つという意味ではトリミングでも十分だったかなと思います。はい、侍ジャパンさん、ありがとうございます。次はね、雲の中、律之助さん、の作品です。こんにちは。おたっきーさんの動画を楽しみに待ってます。雲の中、律之助と申します。最近はいわゆる街の現像屋さんが値上げをしてちょっと痛いのですが、それをこらえつつ投稿させていただきます。タイトル、昆布という名の雑種犬。3枚組写真です。機材はマイクロニッコール P オート、55mmF3.5、ニコン F90X、今回紹介したカメラですね。コダックカラープラス200ということでお願いしますということですね。で、作品なんですけど、これもいいんですね。これ3枚ともにね、ちょっとシェパードっぽい外観のね、雑種犬なんですが、をアップで撮っておるんですけどね、これね、あのね、もう構図が素晴らしいんですね、3枚ともね。ここまでね、大胆に切る人はね、そんなにいないと思います。大体ね、犬とかね、前傾を撮ろうとするんですよ。全部を撮ろうとするんですけど、まあ、切り取り世界っていう言葉がありますけどね、まさしく上手に切り取るんですね。雲の中、律之助さん。なかなかのレベルの方だと思います。はい。今回ちょっとレベルが高い写真が多くてね、タイトル画面には採用されます。
ませんでしたが、タイトル画面級の写真がちょっと多すぎて困るぞみたいな、作品投稿のコーナーになりました。はい、今回の作品投稿のコーナーここまで、ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、ギブソンさんのね、俺のカメラですね、お疲れ様です。今日は俺のカメラに初めて投稿させていただきます。ずっと探していたペンタックス LX です。レンズは SMC ペンタックス FA43mm F1.9 リミテッドです。針側も交換しました。状態も良く、長く使っていけそうです。撮影機材はペンタックス K52S と HD ペンタックス DA21mmF3.2 リミテッド L です。撮影場所は福島県いわきにある岩城寺国宝、白水阿弥陀堂です。まだ紅葉には少し早かったです。とても良い場所ですが、もう少し天気が良ければということでね、写真なんですけどね、本当にね、天気が良ければということなんですけど、これね、うっすら光が差していてね、あの軍艦部のね、ペンタブのね、ちょっと輝いてるのがよくわかります。でね、針側がね、すごい個性的な色なんですが、これ結構似合ってますよね。紅葉仕掛けのね、もみじがずっすら映っておりますがね、これなかなかいい写真になっておりますね。タイトル画面に使わせていただこうと思います。はい、LX 欲しいんですね。僕も欲しいんですが。まあ、これ以上買ったら嫁の風当たりも結構きついような気もしますが。ちょっと羨ましさもプラスということで、タイトル画面決定ということですね。ギブソンさん投稿ありがとうございます。ここからは、やったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、いつもね、とんでもないね、金額でものすごいものを入手する方が増えているこのやったやっちまったのコーナーですが、今回もなかなかのレベルです。今回時神さんの投稿です。時神です。コロナで大変な中お疲れ様です。さて、やったやっちまったのコーナーのやったに投稿します。今回もいわゆるジャンクあるあるなんですが、カメラは1958年製のレンジファインダーカメラ、コニカ 3A です。このカメラ先日とあるハードオフのカメラコーナーに鎮座しているのを見て購入しました。状態はボディ汚れもなくピカピカ、針側も綺麗で損傷なし、レンズも正面より見る限りは傷などなし、オリジナルレンズキャップも付属、価格800円、ありえん !800 円ありえん思いっきり800円の値札がついていました。800円何かの間違いかと思い店員に確認しましたが、間違いなく800円でした。なんでも裏蓋が開かない、シャッターも切れない、レンズ共同のダイヤルは動かない、その他のレバー類も動かない、完全不動のジャンクで飾りにしかならないので800円の価格に設定したらしいのでした。このカメラのことを全く知らなかったようです。笑いを必死にこらえ速攻で購入、帰宅して調べたらカメラの中で40年前のフィルムの富士カラー F2 が引っかかっていました。店員が言っていた故障はしていませんでした。内部を軽く清掃してロムグラフィー400カラーフィルムを詰めて試写、写りも問題ありませんでした。しかし40年も放置されてたのかなこのカメラということなんですが、これはありえんだろ、桁間違えてるよ絶対。800円でコニカ 3A 絶対間違ってるフィルム、40年前のフィルムが入ってたということで、写りはね、そのロモのフィルムを装填した割にはちょっと富士っぽい写りですね。まあ、コーティングがね、ほとんどされてない年代の、レンズですが、やはりね、ヘキサの写りはいいんですね。これね、ちょっと緑寄りにね、あの発色が、動いてる感じですがね、非常にいい写りになっております。もうバカバカしく安い、コニカ 3A、時亀さんは本当におめでとうございます。最近こういう話が多いですね。僕も頑張んなきゃまあそんなわけでね、非常に魅力的な内容でした。今日の動画ね、本当にね、まあミスして本当に申し訳ありません。ね、次回こそね、ちゃんとね、ツアイスイコン、セミコンタのね、紹介していこうと思います。で、まあ、次の動画はそれなんですが、ここからでコロナの話になっていくんですけどね、今日10月4日撮影日10月4日なんですが、東京の感染者がとうとう100人を切ったということですね。まあ1年ぐらい前はね、100人超えたら大騒ぎになってたんですが、とうとう100人を切ったということでね、この現状ね、そのもう自粛とかほとんどない状況になっていってると思うんですね。この状況で減り続けているのは驚異的だと思います。
まあ、ワクチン接種が進んだことと、ある程度感染が広がって、まあ、抗体保有者が増えたと、まあ、その相乗効果になっているのかなと思いますね。もともと日本はね、まあ、デルタ株が流行る前はそこまで感染が広がりやすくない国、広がりにくい国だったと思ってます。そんなに自粛しなくてもね、あまり広がらなかった。まあ、デルタ株が入ってきてガーン広がりましたが、まあ、欧米に比べたらね、はるかに少ないんですね。これはワクチン接種したり抗体を持っている人でもまだマスクをしてるとかね、その感染のね、対策をしているのがもしかしたら大きいのかな。もう特にね、日本人清潔ですからね、どこにでもね、手を洗うとこがあったりとか、そういうのが聞いてきてるのかなと思ってます。まあね、このままね、収まっていくことを祈ってます。11月にね、東京に私行きますし、オフ会もありますし、何よりね、その世界に先駆けて日本がね、コロナ禍を脱出していくのは本当にいいことだと思いますんで、日本財政状況は非常に悪いですが、先駆けてね、コロナ禍を脱出していったら、もしかしたらね、国際的に有利な立場に立てるかもしれないんでね。そんなわけでね、祈りながらちょっと今日の動画を終わっていこうと思います。今日の動画いかがだったでしょうか。高評価、コメントの方ね、コメントもが激おくれしてますが、頑張って返していきますんで、ぜひぜひコメント、本当にね、お待たせして申し訳ありません。ちょっと限界が見えてるような気もしますが、頑張って返していくのでね、またコメントよろしくお願いします。あと高評価はね、ポチッと押すだけなんで、ぜひともお願いします。チャンネル登録の方ね、今チャンネル登録リピーターの方が大半でね、新規の方はね、非常に少ない、5分の1以下になってるんですね。動画視聴者の割合としてはね。でもね、その5分の1の方はまだチャンネル登録してないということなんで、ぜひぜひね、まだチャンネル登録されてない方、チャンネル登録お願いします。これからもね、フィルムカメラをメインに、動画を作っていこうと思いますので、フィルムカメラこれからやってみたいとか、もうやってるよとか、そういう方はぜひともね、チャンネル登録してね、いろんな情報をお待ちくださいませ。はい、今日の動画はこんな感じになっていきます。また次の動画でお会いいたしましょう。それではごきげんよう。さよなら。